Hard working every day. I'm stressed out 24/7, babe. No, no timeouts. Wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh, yeah, yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever. Facing Hawaii with you, with you. Hawaii with you, with you. Hawaii with you, with you. Hawaii. I need a summer breeze, some fresh air to put my mind at ease. No, no, no cares. You wanna come. おはようございます。おはようございます。最終日の朝、エクスシングスに行きます。そうだ、昨日行ったけど45分待ちでご飯食べれなかったから、今日もう一回行ってみようと思う。今日は10時にシェラトンワイキキにお迎えが来るので、うん、それまでギリギリまではね、ハワイを楽しもうと。あと3時間お嬢際が悪いというか、いや本当だね、引き際が悪い。もうなかなか一筋縄では帰らないぞという、ね、くどいよねこれからエクベネディクトかって、あのビーチ行くんで、うん、そこで最後ハワイを楽しむと。そう、ゆっくりね。そうだね、で最終日も楽しんでいきましょう。頑張ろう、ああ最後だから。如実に体は疲れてるってことだけは伝えて。なんか今朝やばい、一番疲れてるのが全部重たいの。いや多分あの魔法も溶けつつあるから。そうそうそう、アロハマジック、アロハマジックもなくなるから。もう溶けちゃう、やばい。どうやらもう並んでる人がいるね。まだ9時前なのに。うん、西までやってんだって。あ、そうなんだ。長いね。すごいな。龍馬。あ、もう全部英語です。おかしいな、日本語昨日にあったんだけどね。ちょっと全然わかんないな。今エクスベネディクトを調べてる。ご飯かポテトかパンケーキ。うん、それがいい。ご飯かポテトかパンケーキ。あー、パンケーキかな。パンケーキとアサイボール。アサイボール。どこやる？アサイボール。はい、アサイボール。ワン。フレッシュジュースパイナップル。パイナップル。
ちょっと日本語話してくれたから助かる。そうだね、それだけで安心するよね。あ、ほんとね、そっちは英語ゼロだからさ、助かるよね。ありがとう。ベジタブルがネイティブすぎても分かんなかったけど、昨日の分かんなかった。あれどこだっけ。テリーズバーガーで、あ、そうだそうだ、ベジタブル OK って言われたけど、いや、ベジタブル聞き取れないんだね。本場のベジタブルやばかったね。半端じゃないわね。分かんない、その二言だったのにさ、翻訳機使ってね、野菜大丈夫みたいな、あー大丈夫大丈夫、あっちの優しさだよね。ね、そうだよね、二つの単語で終わらせてくれるっていうのがさ、優しさだよね。長い英語ベラベラベラって言われても分からないから、もうバックいるとかもさ、バックとかさ、うん、そうそうそう、たまにいるよね。そう、ジェスチャーもつけてでくれる人の方が、単語質の方が本当に分かりやすいんで、なんか硬いなんかが入ってる。アイスだね。すごい。エッグベネディクトです。サイドのパンケーキもすごい量。そうだね、ついに念願のハサイボールが食べれますよ。ずっと食べたいと思ってた、食べたことないから。なんかタイミングなくてね。そう、あーなんか紫です。チェリーのなんか潰したやつな。チェリーなの、こんな。細かい、冷たくて甘酸っぱい。何なんだろうこれ。もしやっぱチェリーじゃない、うん、チェリーじゃない。いや、これがアサイじゃない。そりゃそうだ、これアサイだ。うん、ちょっと冷たくて酸っぱくて美味しい。すっきりする感じ。中のザクザク、グラノーラがちょうどいい。あ、甘いや、これが。さっぱり。来店時は店員さんにチェックプリーズとか、あのサインを書くジェスチャー、こういう声で空中でサインを書くジェスチャーをするとレシートを持ってきてくれます。でちなみに日本ではさ、チェックでって言うじゃん、これは通用しないらしい。レシートにはだからトータルで 32.30 って書いてる。まずはこれをお支払いします。でハワイではもうほとんどカードで払うので、みんなのね、現地の人もなので、自分のこのカードとレシートを添えて渡します。今ね、これを店員さんに渡そうかと思ったんですけど、ここはね、レジで支払うみたい。なんかみんなそうしてるっぽい。逆に珍しい方よね。ね、そうだよね。普通なんかレストランとか行ったら、これを店員さんに渡すんだよね。で
今レシートだけでくれたけど、もうパッカンってやつ、お勘定のパッカンってやつにカード挟んで店員さんに渡すのを今までしてきたんだけど、ここはレジで支払うみたいなんで、ちょっとね、ご飯食べ終わってから行ってみようと思います。美味しかったね。めちゃめちゃ美味しかった。本当美味しかった。もうなんかね、種類、ご飯の種類もね、めちゃくちゃ多いからね、朝昼晩来てもどんなタイミングでも食べれるものいっぱい、美味しい。うん、この朝8時からこの混みようってことはどれだけ人気あるかって、この方って、ね、なんか地元の人がね、多分多いんだと思う。そんな感じですね、うん、それっぽい感じする。本当に人気だよ。ワイキキにある丸亀製麺、すごい行列だったじゃん。あそこの次ぐらいだよね、きっとね。でも丸亀製麺って多分観光客向けだと思うんだよね。 あそこ行ってステータスみたいな使うじゃん。多分シンプルに美味しいから食事しに来てる。だいぶおすすめだね。美味しかった。全部美味しかったね。付け合わせのパンケーキが、うん、マジで人生で一番美味しかった。ホットケーキの中で。しかもさ、添えられてたバター、私最初アイスかと思ったんだけどさ、バターだったんだけどさ、それが美味しかった。よかったよ、ほんとふわふわでね、美味しかった。あー、最後のハワイでの食事、ほんと満足だ、ここで。ねー、よかったね、来てよかったね。思い出に残るお店になりましたね。だいぶ混んでるからもう。ね、そうだね。席開けよ。Thank you。 Thank you。 フードコートとかと同じパターンだね。ね。これもどこ行く？20点じゃないか、最後です。満足したが20。カード出た。さて、よし。 Thank you。 Thank you。 Have a good day。 あー、かっこいいね。カバーハブはナイスデイとハブはグッドデイの言い方があるんだね。確かに確かに、そうだね。こう言われてさ、朝がさ始まるとさ、気持ちよくね、その日始められるね。なんか声かけて大事だなって思った。ハワイの人みんなそうやってね、優しく言ってくれる。この土地がそうさせてんのかもな。ね、アメリカ本土とまた違うかもしれない。そうだよね。わかんないけどね。うん、こっちの方がなんか島だからのほんってね、来てる感じはするのかもね。ああこれからビーチ1時間くらい、そうだね、うん、見れるからゆっくりしようか。朝から素敵だな、プールサイドは。見てよこの赤と青の配分。8時からやってんのか。そうなのかな。今8時19分だから、そうなんだろうね。うん、いや、最高だ。まあ、こういう時間が必要だったね。朝一発こういうのやっとけばよかったな。うん、最後の日じゃなくて。そう、これが最後の日って。最後の日に気づいたっていう。人が少ないね、朝一だから。
いよいよチェックアウトの時間が来ました。あと3分したら部屋を出ます。最高だったね。ね、楽しかったね。ああ、余韻あっという間だったね。ね、6日間本当にあっという間。ちょっと長くしたつもりじゃないね、すぐでしたね。この最高の景色もこれで最高だ。最高だよ、こっから見るの。見とこ見とこ、いっぱい見とこ。惜しいわ、名残惜しい。また絶対来よう。うん、それを目標に頑張ろう、日々。さあ、いよいよ本当に帰りますよ。悲しいの、お迎えが来てしまいましたので。藤原コールされた。乗る人たちが一斉に同じ場所で手荷物検査か。あ、なんか疲れてますか。あ、今ちょっと手荷物検査を通ったところでしたけども、だいぶ時間かかってましたけども、なんか警察官とかに囲まれてましたけども。あのね、あのガンクラブでさ銃撃ったじゃん、うん、であの空薬莢を飛行機乗るときね、持って帰っても大丈夫ですかって聞いたっけ、袋に入れれば大丈夫だよって教えてくれたの。ジップロックに入れてこっちのリュックにね入れてたのさ。そしたっけ、手荷物検査のときに思い切り金属だし弾だしさ映ったんだろうね。ちょっとこう呼ばれて出されて、でもう弾全部見て、で一個ずつなんか写メとか撮ってて、だけ警察官の人みたいな人が来て、うん、英語だからさ何てか分かんないけどさ、まあ、翻訳機使いながらなんとかね話して、名前と住所と電話番号を2回ずつぐらい聞かれて、翻訳でさこっちも心配だからさ、私は1時20分の飛行機で帰れますかって聞いて、じゃあそれは大丈夫だよとか言ってくれて、でとりあえずウェイトウェイトってなんか書くものあるから待っててって言われて、ね、あ30分ぐらいかな、30分ぐらいかかったんだけど、俺もなんか翻訳機でお土産で持って帰れるもんだと聞いてましたって言ったら、うんうん、なんかノーみたいな、ね、って言われて、いや焦ったね。でも本当迷惑かけて申し訳なかったね、空港の人にも。いや本当無知なばかりに本当すみませんでした。いやそうだ、本当知らないっていうのは本当に良くないってことを最後の最後で確認だね。あでも罰金とかさ、なんか別室に連れてかれてさ事情聴取みたいなのとか、うん、それあんのかなと思ったんだよね。私も国際犯罪者になるところだった。後から請求来たりとかじゃないよね。いやないと思うけどね。いやあったとしても自分たちの罪だからそれは。分かち合ってくれるの私の罪を。いや優しい。いや妻と離れ離れになると思った。でもまあ焦った。よかった、本当によかった。あいや欲しかったから薬莢。だから罰金来るのかな、近くで調べてみよう。入国持ち物検査罰金とか調べてるけど、うん、検査とかを通さずにもう持ってきてしまって引っかかってしまったとか、うんうん、いう場合はもちろん、うん、犯罪、うん、普通に通して引っかかって、だから大丈夫かな。ありがとう、安心した。なんか住所あんまり書かれたらさ、なんか来ると思っちゃう。何も来ないと思うけど、あっちで控えとく。まあ、あれには乗るじゃなかった。サポートできるみたいな。こいつ、大学持ち帰ろうとしたぜ。ハワイ出るときに、こいつやったぞ、一回みたいな。ちょっと、さっきカバンの中さ、全部出されてぐちゃぐちゃだから助けていいかい。はあ、十分いろいろ。あ、ちなみになんかこういう液体とかはちゃんとねジップロックに入れたら OK だよ。ちなみにこのサイズもなんかあるから気をつけた方がいいわ。お前に言われたくないってよみんな。めっちゃ振りうまいじゃん今の。誰が言ってんだって。
そうだね、化粧ポーチ。あの弾薬の入れ方も良くなかったよね、水着の袋の中のさ。そうそうそう、いいかな。この水着入ってるね、この袋入れてたのさ、一番奥の方にね。マジで密輸しようとしてる人の入れ方だ、ね、だよね。あ、え、なんで？してくれてる。あ、でもちょっと待って、1個だけかっこいいやつなくなってる。あ、そういうことかしら。尖ったやつあったじゃん、1個だけあったやつ。あれがダメだったな。そうなんだ。じゃあ本当にこのカラーはいいんだ。カラー焼きはいいんだ。あれか、1個だけね、尖ったかっこいいやつがあったの。何歩探してももう見つけられなかったんだけど、多分それうち存じて空薬莢じゃなかったんだ。 あれがダメだったんだ。これは空だもんね、本当にね。あー、やったー。じゃあ空薬莢は持って帰っていいよってことだね。そうだね、ここに多分入れてくれたんだ。あ、よかったじゃん。よかったー、一番のお土産なの今回のねえよな。リアルだよね。うん、ほら、打った感じのさ、このすすけた感じとかがさ、もう、うちらが打ったやつなのよ。嬉しい、よかった、ありがとう。これ入れてくれてありがとう。最高のプレゼントだよ。よかったね。ちょっと当たりつくと思うんで、少しね、フラッとしてみようと思う。めちゃめちゃある。ね。値段はね、もしかしたら。そうだね。でも全然、間に合わなかった人はここでね、うん、これ結構見るね。うん、かわいいよ。かわいいけど、で、飾るのはね、あ、かわいいじゃん。かわいい、リラックスな感じだね。スタバでね、あんなに探し回ったエコバッグもポーチもね、全然売ってた。リザーブ店ではエコバッグが売り切れてた、逆に。そうそう、やっぱみんなあそこ行くんだね、人気なんだわ。日本未入荷なんだって。で、欲しい人見たら、ほんと一番最後この空港内のスタバで買った方がいいかも。南国の花。暑いね。ハワイだ。まだハワイにいるよ。もう搭乗時間までもう15分なんで。行っちゃいましょう。ハワイ空港はもうしばらく来ないけど、もう大丈夫、早く成田に着きたい。やっぱし日本が一番安心です。いや、言葉の壁がね、うん、やっぱしそうなんだよな。いや、次来るときは喋れるようになってハワイ来ればいいから。そういうこと言うね。頑張れよ。私英語さえ喋れれば、うん、飲食店ですぐ働けるから。そうだね、元気いいしね。なんて言ったって元気。そう、なんか海外のおじさんたちにね、グーって言われた。ナイス、多分元気いいからだと思う。ジャパニーズポップガール。そう、ジャパニーズポップガール。あれ、昨日の船のダンス抜けてないまだ。あのテンションでいる。
サンドイッチ、卵サンドと、卵チーズ、チーズハムだね。食べた後2時間頑張りましょう、うん、一番最後は俺だありがとうございます、ありがとうございます、いいとどです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まーちゃん最後だ、ありがとうございました、めちゃめちゃ助かりましたありがとうございます、一緒に探してくれて見つけてくれたの、今日なんかアメニティみたいな、あ、これなんかね、もらった飛行機のJAL さん最高、そうだね、いやよかった、ね、着きました、日本に、成田、成田です、無事税関も通りまして、うん、なんとか、まあ、でもね、日本に帰国できたから嬉しいです、帰ってきたよ、嬉しいです、やっぱり日本が一番だと思いました今日はね、もうアメリカの料理がずっと続いてたんで、うなぎを予約してるんです、うなぎがザ・日本料理、ね、うなぎを食べます、ね、楽しみ、もうね、東京も俺らにとっては観光だからね、うん、なかなか来る機会ないから、そうそうそう、成田隅々まで楽しみますよ、最後までね、だって最後にさ、楽しみと作っといたらさ、帰ってくるのも嫌じゃないよね、そうだね、菊屋、菊屋さん、うわ美味しそう、いいね、食事もらっていいよね、うん、普通のね、美味しそうだよね、天ぷら定食とか、おせんもいいよね、川魚もいいけど ね、 でもせっかく来たんだからね、そうなんだよね、なかなかね、北海道からまだ来れないかな、なんか風コースとかもさ、ちょっと憧れるよね、ギリギリつなげてね。いや、君なんか独特な感じがあるのかなと思いきや、全然食べやすい。うん。君よく食べていい？うん。この炭の感じがいい。日本帰ってきたって感じ。うん。宝箱だぞ。ね。はい、はい、ありがとうございます、こちらも山椒と、あと足らなかったらタレをかけて、はい、わかりました、食事がうなぎって最高だね。
うまっ。うん。うん。うん。身がふわふわで皮の方がパリッと、ぷるっとして美味しい。あとやっぱ米はうまい。いいね。うなぎも食べた。めっちゃいいだわ。美味しかった。本当に。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ハワイのさ、ご飯本当に美味しかったけど、やっぱり和食が一番だなというね結果ね、うん、ことになっちゃうね。だって味がすごく繊細なんだものこのお吸い物なんかね、透明で肝の味がふわっとして水を噛んでんだよ。やっぱり和食だな。どう思う君は君はどう思う。うざいんで切りますはい、ありがとうございます。すいません、遅くに来てしまって。すみません、ありがとうございます。美味しかったです。うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。よいしょ、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。ちょっと時間的にね、もうね滑ってしまってるそんな遅いわけじゃないんだけどな。7時半でしょ。うん、そう。まだそんなもんか。あるよね。またこれいい雰囲気のお店だな。なんだろうね。またスルガヤさん。これスルガヤさんか。へえー。あ、そうなんですね。4時からそうだね。5時に行くんだから。炭使ってるのうちだけなの。あ、そうなんだ。で、炭を消しちゃうと、ほらあとどうにもならないから。なるほど、焼けなくなる。ラストオーダーが4時なの。そうなんだ。から例えばまあ5分やそこらね、あの5分10分だったら電話でももらえれば、なるほど、炭が消えきる前だったら、そうそうそう、それできるから。なるほど、この理由を聞いたらやっぱり納得だよね。炭使ってよかったら、おお、絶対に来よう今度乗る前のさ、検査でさ、空薬莢引っかかってさ大変だった。もう動画撮る余裕なんてないぐらい。結局空薬莢は本所に行かなきゃダメだってことで、家にヤマトで郵送するならいいよって言ってくれて、走ってさ、山間とか行ってさ、自分家に届くようにしてさ、で走ってさ、また検査あの戻ってさ、ギリギリだったね、飛行機ね。あと20秒遅かった、多分あれ乗れてないから。乗れてないね、シャトルバスね。うん、むっちゃ走った。あー、間に合ってよかった。この瞬間のために俺は1ヶ月も走り続けたんじゃないかっていうそうだね、自分の限界に毎日飲んで、ね、私のリュックを持ってね、走ってるよね。ありがとうございます。走れもういいかなみたいなこと言ったんだ言った、なんかねえだろ、辛くて走れそして席ついてね。そしたっけ、あの斜め前ぐらいに多分だけど、あの芸人のまちゃまちゃさんが行きも帰りも芸人見たね。そうだね。うん、あとは荷物受け取ってそのまますぐ帰りましょう。No matter where I go, I'm coming home to you.